はいどうもこんばんはトゥナイトファイブ今夜も始めていきましょうよろしくお願いしますはい、えー、今夜のトゥナイトファイブはですね、はい、月曜日担当の大谷あゆみの代役でですねはい、えー、僕吉本沖縄育成でピン芸人の知念高氏がお送りしたいと思いますよろしくお願いしますお願いしますそしてこの方も来てます。 吉本沖縄一期生ピン芸人のナミちゃんですよろしくお願いしますお願いしますはいまああのね大矢恵美の会なんですけどもはいなぜこのわれわれ人なのかとそうですよねちょっとヘッドホンもつけていいですかそうですねちょっとバタ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 しましてはいあのなぜ二人なんだと大矢美を出せバカだれかと と思いの方もいると思うんですけどもしかもこの格好何なのかっていうのもそこもそこもありますしん。なんなら中の人はあれ知念、メガネ変えたって疑問もありますからちょっとおいおい説明しますと映像を見てる人ね映像もツイキャスもユーストも配信しておりますんですけどもまずですね大やみがですね体調不良で。 今夜はちょっとあの欠場というか、欠場というかお休みという形で。あ、そうだったんですね。はあ、はい。まあ、それで、まあ僕、僕知念たかしが出るんですけども。はい。まあ、僕知念は。はい。もともと。大谷恵美の。この、はい、あの、なんですか。トゥナイトファイブに。ゲストで出るっていう予定だったんですよ。はい、あ、もともと。はい。うん,う,んうん。で、それが。なぜ僕がゲストで出るかっていう疑問があるんだけど。<laughs> はい。これは、あの、まあ、まあ、まあ、奈美ちゃんは分かってると思うんだけど。はい,はい。はい。あの。 ですかハピナハ旧三越跡地に、今、現ハピナハですね、そちらの3階の方に吉本がですね、吉本沖縄か月というお笑いの劇場プラス、さらに沖縄おもろお化け屋敷っていう、お化け屋敷、この2つオープンしたんですよ、劇場とお化け屋敷、そこで僕はですね、普段あまりか月の方にあまり出演しませんので、そういった芸人はどこに行くか、そうです、お化け屋敷、お化け屋敷、行きますからね。 ままああ常連です自分で言うのもなんですけど、真面目な体調としてやらさせてもらってますけど、真面目というのはそういうね、沖縄の妖怪みたいな感じですよ、これ、全部説明するのきついな、大変ですけどね。まあそこで、この前の夏休み期間中に行われた真面目人気投票ランキングっていう、ありましたね。 このマジムン良かったよって人に1票投票を入れることができるんですよ来たお客さんがその集計の結果ですよ結果第1位に選ばれたのがどうも知念隆ですよろしくお願いしますマジムに人気投票ランキング第1位ということで僕選ばれたんですよで結果ね結果僕に与えられたこの何んですか1位ですよということで お化け屋敷のスタッフが僕に与えてくれたプレゼントというかご褒美が FM コミュニティラジオジャックしてこいと全部で9番組の出場権を設けてくれたえいいじゃないですかこの9番組の中の一つとして TONITEFIVE が出てるわけですよああそれでゲストとしてそう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 まずこの疑問がまず解決されたわけですはいで何ですか あのー、その大八重美が出れないっていうことで、はい、僕一人でやるっていうのも何なん,なんで、はい、じゃあ,あの同期で仲のいい。 ちゃんどうですかっていうふうに事務所が誘ってるわけですああそういうことなんですねいいやかさっき聞きましたけどね聞いたでしょんで今今聞きましたよみたいなリアクションちょっとね聞いてくれてる人と同じ気持ちになろうかなとなるほどなツッコミのポジションみたいな漫才というそんな感じなんですけどまあそれで僕が出てるわけですよあ知念さんおめでとうってあ今ツイキャスの方ん知念さんおめでとう拍手」ってありがとうございますいいですねありがとうございます 記録ランキング第一位です、うん、マジムンカイの指原リーノと言っても過言ではないでしょう,どう,もう今日はあのお客さんに言ってましたね <laughs> <laughs> いやこれも鉄板のフレーズだからマジ文化のセンターを獲得しましたからそんなにいい反応じゃなかったですけどね <laughs> 今日のお化け屋敷これはおい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 仕上げていくよ <laughs> ここのワードを作る方を <laughs> そうですね、うん、なんか違うなこれしっくりこないなとかだったら、うん、マジ文化のスマップがいいかなとかお <laughs> いいでもそうなんですねお化け屋敷やってると、うん、それぞれの,あの定番のフレーズみたいのができていきますよねーはい 自分あのエレベーターなんですけど、うん、エレベーターボーイって言ったのお客さんをスタートの位置までエレベーターで案内していくあてい役、うん、あるじゃないですかあれあの注意事項を説明するんですよ。 ライトは決して使わないでくださいっていうくだりがあるんですけどライトは決して使わないでくださいもし使ってしまうとお化けが隠れてるところが見えてしまって恥ずかしいんですよねって言うと大体笑いますいやこれ聞いてお化け屋敷ってそれ言ったらなんだこれ決めたセリフかと思っちゃうな台本じゃんと思うよそれはラジオで言ってたやつだって言ってたやつじゃんってなるよ なななんかかかがっかりするのかな <laughs> それは嫌ですねあでもいろいろ来てますよはいえっと一番最初「も、え、ん、ー、チチさんこんばんちゃ」って来てますねあこんばんちゃ玲緒奈さんも「こんばんは」って玲緒奈さん知念さんもしかしてネタ終わりって来てるんですけどこの疑問もうちょっとあるんですよ、はい、なんで知念は完全に野球部の格好をしてるんだとうん、うん、なんでハットをかぶってんだ知念 うん、受け狙いですかっていう,うにしては若干お滑り気味ですよ知念 <laughs> さんと思いの方もいると思うんですけど違うんですよさっきのさっきまで、はい、あの吉本の泊りあの事務所がある泊りの方で作家の方に僕ら吉本沖縄の芸人がネタ見せするっていうのあったんですよありましたね今で、まあ、僕らこの「TONIGHT5」出るっていうからちょっと早めに入れてもらったんだけど、はい、やっぱりネタ見せって、うん、まあなんていうの芸人も あのいろいろ聞くじゃんこのネタのこういう部分アドバイスが欲しいですからねで聞いたらその分やっぱあの当然のようにネタ見せっていうのもそういうもんですからもうネタ見せしたことないでしょ、うん、皆さんネタ見せっていうのは <laughs> い入り時間の30分後に入るとあの自分のネタ出番があると見てもう間違いないとうん長引きますね長引きますはいで ネタ見せの出番がナミちゃん行って俺行ってっていう出番だったのそうそうナミちゃんが終わったところでちょうど時間が9時10時10分10時10分い。十時十分よトナイト11時よいやバカじゃねえよいから。いや待て待て待てってでなんだけど出番的に俺すぐ次だけだからギリギリ間に合うんじゃねえかなっていう気分だったんだけど やっぱり、やっぱり、その、いろいろ聞くわけでしょはい。うん、そういう得意に限って、お前、めっちゃ聞いてたじゃん。そう。 ちょっともうこのこと忘れて、うん、ずっともうあのどうしてもアドバイスをしいなくて、いやいや時間を気にしなさいよそれは。<laughs> 時計見て10時10分過ぎてるんですよ、うん。あ,あやばいと思ってもキャンさんあのサッカーのキャンさんっていう人に見てもらってたんですけど、そのキャンさんの話がもう入ってこなくなって、あやばいやばいと思って、うん。<laughs> そうだな。はい、で俺がもう俺が無理して逆に次のネタ見せ早めにやっても、そのせっかくのネタ見せだから聞きたいじゃん。はいはい。いろいろこういう細かい部分とか。はい。 だけどあ、お疲れ様です、さっきの、えーえー、出演者がね出てますけども、も <laughs> こういうのもありますからね、外から手振ってましたからね、うん、こういうのもあります、<laughs> 我々一れ、逐一反応しますから、うん、それで、はい、僕がもう,もう完全にもう野球コートですよ、完全にね、うん、でこの格好で、ネタ見せて自分1個手前だったにもかかわらず、スタッフさんが、知念、はい、さん、今すぐ向かってくださいっ交代て、<laughs> おいおい、ちょっと待ってくれよと。 だったらもうちょっと早く入れてくれよと思うんだけどももう速攻原付き乗りましてぐいぐいもぐいぐいいきまして結構飛ばしましたねじまあ危ないですよ法律は守ってますよ法律は守ってますよ守る範囲で速攻移動してますから40分50分ぐらいですぐ移動したなそうですね20分に出てさっきついてこんな近いんだと思ったなそうですね 多分歩行者は間違いなく俺の格好を見て歩行者は間違いなくあの人草野球帰りだなって感じ完全に思ってるいや絶対思ってましたよがっつりだもんだってスパイク的な靴も履いてたからななんならその後ろをついていく少年みたいな自分は全然今関係ないんだけどツイキャスの映像に映る俺の顔完全にワクワクさんじゃない そうですねわクワクさんヤンさんの覚悟してない深井なんでメガネ変えたのそこもそこもな気になりますね、やっぱね気になる嘘つくよそんな気になるなんでそんな相手側のポジションに打倒するの深井やっぱ気になってる人もいると思うんですよねまあまあいいけどねヤンヤン面白い理由はないよレンズに傷が入りまくったからはい あのカの有名なオンデーズさん行きまして、はい、おまあオンデーズ行けば間違いなしというあのあの何ですか格言もあるぐらいですから。<laughs> あそうなんですか。メガネを買うんだったら、えー、オンデーズ行っとけっていう。あ<ー>、うん、聞いたことありますね。適当に合わせちゃいましたね <laughs>、うん。そういう格言もあるぐらいですから、<laughs> はい、あのオンデーズさん行きまして、うん、まあ結構このメガネ買いまして、まあそんな高くはない。まあ割と。はい。 好評いや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 ではないレンズがすごく丸いっていうか普通の眼鏡って言ったら楕円形じゃないですか知念君の眼鏡もうまん丸なんですよね老眼鏡に近いような誰が老眼鏡誰が老眼鏡わくわくさんそのまんまですよなるわでお化け屋敷内でも最近ちょっとハロウィン仕様にしてはい帽子とかも 前までハットだったけどパンプキンのかぼちゃの柄のちょっとベレー帽に近い感じの帽子にか変わったんですけど変わりましたね可愛らしい、うん、あれ完全にワクワクさんですも僕完全にワクワクさファ <laughs> <か>シスオレンジっていう後輩のねコンビの芸人がいるんですけどそれの,、はい、あの体の大きな中村君っていうんですけど、うん、あいつと一緒にいたらもうワクワクさんとゴロリにしか見えないもん <laughs>、うん 作って遊ぼうの再現ですよ <laughs> 体型が似てますからね <laughs> また中村く <laughs> <う>、うんももうなぁいろいろあったなうん。<laughs> もういいですかあ、ちょっと待ってくださいねメールの方が来てますねね。レオナさんお来ましたえー、っとレオナさんが来てますね<お>あゆみさんが疲れているそうで今日は準レギュラーの知念さんこんばんはこんばんは ゲストで奈美ちゃんさんさこんばんはあこんばんばはは今日は男子会ならの、えー、女子会ならの男子会、はい、今日は二人で頑張ってねツイキャスで楽しみます。知念さんも奈美ちゃんもお化け屋敷にいますよね、だんだん真面文化していってますねってきてますけどマジ文化。確かにこれめっちゃよく言われるわ、前も、はいあのー、リスナーのモンチンチさんですか、はい、もう言ってたんですけど、うんあのー、知念さんの唇が。 うん、完全にお化け屋敷の,あの絵に描かれたゴリ魔事文の口ぶりにしか見えないって言われたこねこよく来てくれてる人なら分かるようなことですけどねでもいろいろ来てますよ魔事文化ってそういうことなんですね本日さん確かに似てるお化け屋敷で眼鏡新しくしてるんだよと教えてくれましたね鈍感な私でごめんねとあーパんさん、はい、こんばんは久しぶりに見れてますと来てますけどもあ,ありがとうございますあいいですね ななかなかですよ、はい、まあ本来ならね <laughs> あのー、まあ、うん、もう一人ゲストの方がちょっと来る予定なんですけどもあ、うんはい、あ、あちょっと僕の携帯の方に LINE、はい、の方が連絡の方が来まして「はい、えとごめん。 普天間付近でバイクがぶっ壊れました。<laughs> 申し訳ない。今日は行けそうにありません <laughs>、ね。で、皆さんもね、あの交通規則、<laughs> まあ、あの守ってね、あの <laughs> <laughs>、ね。まあ、まあ、まあ、もう、もう、ここまで来たら、名前言いましょうか。<laughs> はい。まあ、まあ、完全に分かってる人は分かってると思うんだけど。はい。あのー、あれです。又吉裕人君です。そうです。又吉裕人。はい。あ、ちょっと待ってくださいね。はい。あ、あのー。はい,はい、はい、ちょっと待ってください。 あ、こっちですねあ、来ましたえー、すみません、あのモンチチさんもちょっとあのメールの方を送ってたんです、続き<ー>読みますね。はい、吉本沖縄のマジムン隊長、アニメの世界からジャ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 ーン、リアルシンプソンだよ。な知念高志さん。<laughs> <laughs> 吉本沖縄の文系インテリ男子、図書館が似合う。 またやしヘロトさんヘロトさんちょっと間違っますねすヘロトさんねギノワンでバイク、えー、ぶっ壊れました、はい、彼はどうやって帰るんでしょうか <laughs> <laughs> 彼は今どうどうするんですかね、はい、今多分ね我々よりパニックな状況になってるいる、ね、そうですよねギノワンですからね生まで押していくわけは、ね、いかないからね、はい、どうすんのかね追加数見てるかもしれませんね、はいえー、そして吉本沖縄の,の遊び心の宝庫 お化け屋敷ではおいでおいでダンスが面白い。癒しない癒し系男子なみ <laughs> ちゃん、えー、こんばんちゃ最近うっかりが多いがなぜか助かってる沖縄モンチッチアイビン浮き10日と11日はげ月を満喫したモンチッチは2日間ともお化け屋敷に行ったのだよ10日に1回、うん、1> 11日に2回計37回だったかなすごい37回 <laughs> そしてその2日間ともマジムン隊長に当たりましてそうなんですよ たまたまもう僕がその10日11日2回来たのがたまたま2回ともぶっしゃるんですよ珍しいですね、うん、すごい確率ですよ、うん、はい申し訳ないっていう気持ちがいっぱいですよだ <laughs> 僕だけでいいのかなっていうのもさすが隊長だなと実感とともに本当に楽しい時間でしたありがとう、うん、おりがととジョイマンさんですねはい <laughs> 最近じゃ、えー、入りすぎて真面目と普通の会話をするというほんわかなこともありますますお化け屋敷に洗脳されておりマウス ま、あ洗脳されておりマウスピース11日は1回目、ナミ、うん、ちゃんを指名で入ったのだけども、よぎさんに追いかけられて怖かったよ、ナミちゃんよ、助けてくれなかった、本当に怖かったのに、<laughs> 追いかけられてるのを見て楽しんでたね、なんで助けないのいや。やっぱそういうの見てると楽しいんですよね、<laughs> 悪趣味だよ、それ。ナミちゃんの新たな一面が見れた気がしました。 でも、えー、そうなんですよ。よこいつはもう案外ブラックですから。案外もうそういうところがバレるだけで僕は嬉しいですよ。案外もう <laughs> そ,そこまでではないですよ。入るぐらいですから、ね。性格がねじれてます。はい、断言。いやいやそこまでではないですからね。<laughs> えー、でも波ちゃん楽しかったよ。ありがとうございました。ありがとうございました。して 又吉さん、うち、はい、のライブお疲れ様でした。はい、もう名前が出た瞬間から私はつぼってました。さすがヘロトさん。ヘロトさん、また。ヘロトさんでいきましょう。解明、はい、しましょう。しましょう。ああのギノワンでバイクがぶっ壊れてます。<laughs> ヘロトさんですけど。それをきっかけに。<laughs> <laughs> いや何きっかけにしてるんだ、これ。シ <laughs> ュールだけど、その世界観大好きですよ。またネタ見れるの楽しみにしています。あちなみに最近やった。 うっかり事件簿は、はい、10日にお化け屋敷に入った時ロッカーに荷物預けて,るの預けてたのだけど、はい、お化け屋敷から出てきたら鍵がなくて焦ったわけ、ね、や,ばやばいで,す、ね、でまさかと思ってロッカー見に行ったら鍵ついたままでした危な財布の中身は奇跡的に無事よかっと、うん、しかしコインはしっかり寄付しましたよとお三方はうっかりからの奇跡って体験したことありますか、うん では最後までラジオを楽しみにしてますちばりよいまたのーんと来てありがとうございますありがとうございますいやいやいやはいまし、ね、うっかりからの奇跡っていうねそうですうっかりからの奇跡、うん、まずその前に一個処理しておきたいんだけど二回連続で入った時にはいあの確か一回目ね三十、うん、何回目を入ってると言ってるんで、うん、僕あのすべてのあのガイドって言うんですけどその案内する人すべ、うん、てのガイドのセリフ英語できました。 <laughs> 外人対応で完全外人対応です <laughs> がっつり日本人のモンティーチさんが、うん、もう本当はがっつり「<laughs> if you don't get eight 一願と OK <laughs>」通じてましたいや通じてないですいやただ三十何回も入ってるから、うん、きっとこういうこと言ってるだろうなって分かると思ってるから英語の勉強の教りで英語の勉強そうそう <laughs>、まあ、なんかまあまあ楽しい感じで,できましたよはい でも,あ,来てますもんあの日だけアメリカになりました <laughs> そ,うそうだよ、ね、アメリカになりましたねへえいろんなのやってるんですね、うん、いやもうそれはもうマジムン投票1位になるわな <laughs> <laughs> もうそご1位がゆえにできる技よそうですよね、うん、なんですけどはいえっとうっかりからの奇跡、はい、あうっかりからの奇跡うっかりからの奇跡あり,ありますかねナミちゃん こんな急になるとねどうだろううっかりからうっかりしてたけどうっかりっていうかまあまあなんかそういうミスした後に、うん、まに奇跡的に助かったみたいなあ<ー>でこういう財布はよくあるよな財布はありますねカバンとか適当な場所置いててほ、うんだ本当に公園とかに置いて「お、うん、やばっ!」みたいな言いかえて「うん、カバんごと忘れてんじゃん」みたいな <laughs> ああ<ー><う>ありますね結構大概そういう時って無事じゃない 大体無事なんですよね。あれあれは何なんでしょうね。あれね、あのこれってあのうっかりからの奇跡、あのうん、作ってもいいんですか <laughs> 本来だめなんですが、<laughs> はい、いいでしょう。いいでしょう。いいょうそう言われても、今から考えながらしゃべるっていうのもね、結構難しいんですけどね。そうななんんでですす、うん、あのささっっききついけど バイクで来たじゃないですか、原付で。ここまでってことでしょそこです、那覇から小座まで原付で来たんですけど、道が塗装、装ってのちゃんとされてないところがあって、すごいガタンゴトンだったんですよ、バイクが縦揺れ、横揺れがすると、もうそれに焦ってしまって、手を離してしまったんですよ。なんでやばいと思って、急に出てきましたけどね。すいまません焦っっててし 捕まえ離してすぐ捕まえたんですけど縦揺れがすごすぎて縦揺れ横揺れがすごすぎてバイクがすごく揺れるんですよねウィンタースポーツのモーブグルやってるような感覚になりましたねお題とは全然違うことに気がしてて上村愛子的なそんな揺れたそうなんです体重が軽いからかなああるかもしれないそれはお前が。 体重50キロなんですけど、一応、すごく揺れるんですよ。ガリガリよお前。そしてムッキムキよ。ありがとうございます。ガリガリだけですけどね、ただただ。この前もね、何の話なってるもん体つきが。あそうなんです、あの江原正弘さん、ピン芸人の江原正弘さんがお化け屋敷やった時に、お化けやってくれたんですけど、その。 江原さんとすごく仲がいい沖縄芸人の室田さんっているんですよああ僕ら同期のでしょそうですそうです二人の体型が似てるっていうことでがっしりしてるっていうことで確かに似てるな二人で写真撮ろうみたいななってたんですけどその場にいた自分すごくガリガリだから二人が目立つために真ん中に入ってくれないかって言って脱がされて一緒に写真撮ったんですけど案外君の方が一番いい体型だなみたいな腹筋があってみたいないやもうバッキバキにわれてるもんな もってもういつのマジムンって自分で名前決めるじゃんはいはい。ナミんャンマジムンって言ってるでしょじなん。はい。ガリムキマジムンでいいじゃん。いやいや、脱がないといけないじゃん。後半ハいドイで後半。後半脱いでコー脱いで。悲で。が起きますマスン。いや、悲鳴がね。おかんなよ。ヤそっからの出会いってあるかもかガ一位取れるかな。もう終わってるよ。そのキカカちなみに、あの。 1>, 1年1位でしたけど<う>私、奈美ちゃん、<う>なんと3位でした3位,か3位でしたかい,いいじゃないですか 2>, 2位じゃないんかい 1>, <laughs> 1位と2位がやるラジオじゃないんかい, <laughs> いやー、2位はね、あの4期生4期生。 千秋ちゃんという。あれでしょ、サッシじゃない、サッシじゃない。レベル高けー。サッシはできないことがちょっとあってね、できないお化けはさせられないっていう。適材適所ってあるからね、そそううお化けのシフト組む方が、こいつはガイドに不向きだと思った方は入らないですから、お客さん呼び込みではすごい実力を発揮するというね。大概、彼には無理でしょ。 いや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 じゃねえだろお前はっきり言えよ公共の電波に乗せてできないね無理だろお前ふざけんなよお前さっしーが聞いてたらすごくショックくるよいいんだよ先輩だからないいんかうん2位が千秋ちゃんよなそうそう2位千秋ちゃんハイビススカパーで3位奈美ちゃんかはいお前でも3位でもすごいな この3名だけが何票だったかな何票か超えてるっていうのマジム界のビッグスリーですからはい3番ガラス最後に2人どっちかじゃないかみたいな話はしてたんですけどラスト1日の稼ぎ具合だなって言ってたら千秋ちゃんが2位に潜り込んできてラスト1日千秋ちゃん入ってないからねお化け屋敷内にそうですよねってことはだからいうことだラスト2日前ぐらいの千秋のうん スパートのかけ方が尋常じゃないってことじゃんああのよああ千秋ちゃんん。それか何か下でなんかお化け屋敷には入ってないけどか月で出ながらんか私に投票してくださいみたいな舞台上で言ってたかもしれないね言ってるわけないそれはないねそれはない100ないか みんな選挙活動してるもんな、ぶっちゃけしてますね、俺はしてないよっていうのを断言して、これ、言いたい、声を大にして、してないよって、してないですかだから、なんていうのかな、2位とまずね、総票、1位と2位の差が17票ぐらいあったと思う、この時点でまず俺が断トツですよっていうのまず言いたい、うん、確かに、選挙はしてないと。 そっか、うん、でもねあれもあるんですよね。ってことは <laughs> 2>, でも2位も3位も3位のお前もそうだけど、はい、この好感度がある形で上位に入ってるわけ、はい、じゃあ、ね、俺の見た目はもう完全にこのワクワクさんでしょ <laughs> <laughs> はいそうですねワクワクさんに好感度ないって言ったら失礼だけど、ね、<laughs> じゃあまあ、まあ、なん何て言うのその もう行ったらもうハゲてるし俺も頭ももう結構きてますときてますねキレキレですよそんなハゲメガネと何だ太ってますかハゲメガネいう人間が嫌われる三大要素を申し上げた書き持ちしたねそれはちょっとね偏見ですけど偏見じゃないこれを持ってして1位ってことはそりゃ実力1本よすごいですね実力1本本当にそれはすごいちょっと目描いていいちょっと目描いて泣き <laughs> 泣いたいないか <laughs> 泣いたいないかね文筒 <laughs> さん来てます「奈ちゃんは登場した時に間違ったのかボケなのか、はい、エレベーターボーイの古賀さんにライトを照らしてましたね出だしたから爆笑」って来てますよ <laughs> そうなんです文筒さんってすごい何とか入ってくれてるじゃないですか、うん、何度も何度も、うん、いや30何回目っつってるもんそうなるとやっぱり自分たちもちょっと,普段と違うような、うんね、あのアドリブでやっていきたいなって思って。うん 最初、あのー、自分の顔を照,れ照らしてお客さんを脅かすっていうのをやったりするんですけど、うんうん、それをやらずに案内してくれた、あのー、エレベーターマジムンの、あのー、後輩、古賀をんで照らすのあれ結構はずいのよそう小賀ちゃんんんなでで照らすんですかって大きな声で言ってましたから素、ね、<laughs> <laughs> になって言ってましたけどね可愛かったですね。<laughs> 光が まとめそれなのにまとまってませんからね、私は常に一応、来る予定だったら、またよしヘロトさんですか、ヘロトさんヘロトさんですね、来てます僕の登場を待ち望んでいた方、申し訳ありません謝罪の文章をいただきました、やっぱりね、ん。仕方ないですよ、バイクがぶっ壊れたんですからね、バイクぶっ壊れ丈夫でしょうな。 やっぱり命が大事ですからねあってこそです命あってこそだからマジで本当にあいつどうやっていくんだろうな帰りが気になりますねだったら帰り合うんじゃんああ必死で必死でエンジンかけてるところの我々はそんな見かけてもガンモシできますからはいガンモシで又吉の特技ってあるんですよねバイク代行が特技なんですよね 特技っていうか呼んでるだけで分かるなお酒飲んだら必ずやるますからね対外バイク代行行くよバイク代行ってすごいシステムよすごいですね急に変わるけどそうよなだからあれですよもう真面目に1位になったわけですからはいないんですかいろ宣伝もしていかないといけないですよあそうです宣伝隊長っていうとね おけ屋敷のツイッター開くんで、それでつなぎお願いしすかつなぎラジオ自体あんまやったことないんですけどね、ちょっと緊張しますがね、うん、そうなんですよ。そうそうそう、このトゥナイト5でもね4月ごろに、トゥナイト5でもね、マラソンが大好き、マラソンやってるっていう話をちょっとやったんですけど、前も話しましたが、マラソンを走ってて、 あの東村で一緒に走ってたあの女の人に声をかけて仲良くなったんですがそれ以降会えてないって話まではしたんですよ、ね。なのでちょっと追いかけていきたいなって思ってるんですけど皆さんもなんかねあの出会いとかってあるんですかね <laughs> <laughs> 出会いまさかの出会いみたいなまさかの出会いこんなところでときめいちゃったみたいな。 まさかの出会い結構あるじゃないですかあのお化け屋敷とかやってて、うん、めっちゃ可愛い人が来たら「うん、ねお化けのまんま連絡先聞きたい」みたいなははははあ,はあ、はあ、ねえ、うん、でもこっちはお化けだから聞きづらいみたいな、ま、俺マジで何百回もう100回超えてると思うよはいなんだろう俺1000回ガイドしてるけど 1>,、うん、1回もならんからなあお<ー>いしい話そういうおいしいのかどうか分からんけど 噂は聞きますけどね誰と誰誰が声も書内でいかさせてそれはちょっと言えないですけどねいろいろあったっていうそういろいろいろねある方もいらっしゃるみたいですから最近の楽しみはそれなんですよお化け屋敷やりながらんかいい出会いがないかなとはあはあはあ出会いね出会いキャラバンとかキャラバンっていうか下でハピーナハの前でビラ配りしてたらははいい 本当に久しぶりに中学の同級生に会ったとかあるけどねへ<ー>。へえ。で、うん。なんか向こうは、はい。全然このえっとこれ待ってくださいね。うん、録画削除でいいんですか？すうん。あなるほど。ライブを開始っていうことですね。スイッキャス。あ見れてますかね？大丈夫ですか？うん。そうそう向こうが吉本に入ってるって俺言ってなかった人だから。はい。 え何なんかここでビラクバレの仕事してんのみたいなバイトしてんのみたいなその時に「うん」あ「あ違うよ」ってなんか言えなかったっていうのがあるのなんかな「<laughs> 違う違う吉本吉本」吉本ってあ<ー>なんかその胸がって言えないっていうのがあるこれまあ舞台に出てたらねちょっと言えるそうそうそこや <laughs> そこのねなぜネックがあるかっつったら、うん、お化け屋敷のみしか立ってないっていうのがあるうんだから もうはっきり言ったらお化け屋敷1位おもろお化け屋敷1位僕はあの非常にコンプレックスに感じてます、うん、僕嬉しいんでいいのかと <laughs> 1> おい1年本当にそれで1番になるのだけでいいのっていうのはいや結構そうなんですよねか、うん、月に出てるメンバーはお化け屋敷出れないじゃないですかそのメンバーから、うん、お化け屋敷1位ってよみたいな <laughs> 目で見られてるんじゃないかみたいな絶対あるよこれ、うん、後輩 お化けのなんか面白いくだりじゃなくて、うん、ネタ考えるって言われてるんじゃないかみたいな、うん、ちょっとそういうところはあります、うん、あるあるある <laughs> 気づいてるからなそういうのこれは事務所の人見てたりとかし,、ま、しないですかねこれですか今、はい、うわする時もあるんじゃないうわー今のはなしで、うん、<laughs> 完全もう録画ですから えーとモンチさん、ナミちゃんは意外と肉食系なのでファイトです、私は傷つくことに疲れたので恋はお休みしてますが、はい、恋をする人の応援は全力でしますよとへー。何かあったんですかね。傷つくのが嫌なん何ですかね。うん、牧原紀之を聞くのがおすすめですかね。<laughs> もう恋なんてしないの <laughs> 言わないよ、絶対。いい歌ですからね。<laughs> <laughs> 大学拘置券はもうマッキーですから。マッキーでもう解消、うん あじゃあちょっと待ってくださいね。一回 CM 挟みましょう。はい。ね、これはもう流れてるんですよね。流れてますか？これは流れてますよね。うん、まあツイキャスをやってる方は、おもろお化け屋敷で、まあ、ちょっとのツイッターやってますんで、ね、うん、まあ僕智念とナミちゃんの個人のツイッターもありますんで、うん、そちらの方も見ていただけると。ぜひぜひよろしくお願いします。 CM 明けで一回キャンペーンとか言おうかなああいいですねお化け屋敷のやっぱ真面目な体調ですからねうんキャンペーンのあれはこれ何マジムハロウィンパーこれはですね今現在毎日やってる何このあコスプレのやつは 31kg これはまだ言わなくてもいいかないや一応言っとくまあいろいろ告知しましょうね うん。していきましょうということでカメラどこなのかな、ね、ここれれなんか,こなのか上の銀色のやつかの下の黒いのあこいつかはい見てくださいこいつですねはい。S4 クですはい、<S S いやいやいややめた後輩の名前を言うてはい S4 クですわかりますかね S4、はい、ク同級生だったんですよあそうなんへ、はい、えー、まあもともと知り合いではなかったんですけどうん。 マイ,クマイク越しで行かなくてもよくない大丈夫だよあ,あ、そっかそっか今はいいですよ、ね。よく慣れてないですナミちゃんツイッターフォローしてもいいですかああ、ぜひあダメ。ダメじゃないですか大丈夫ですかえいやいや、まあ、どうかな。<laughs> <laughs> いやいや、ぜひお願いします。のああ、パンさん、まだお化け屋敷行ったことないです。次は行こうかな。はい、でも、一人旅やけ。一人で。 ね、一人で来てもねいろんな知らない人同士で入ったりとか、うん、ああそうそうそう楽しめますからねあそうそうそう、うん、あの自分で言えるからね Tonight い i v e あ、へへ 今入ったわけですね。すいません。勘違いしちゃいました。勘違いしましたけども、今夜も Tonight5 をお送りしてるんですけども、月曜日担当、大谷美の代打でピン芸人の千念高志とナミちゃんがお送りしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えーと、なんでしたっけあそうです。おもろお化け屋敷のね、ちょっとキャンペーンが始まりましたので、新しい、ちょっと告知を。まず、いろいろあります。企画その1、マジムンハロウィンパーティー。これはですね、今、10月からでしたっけ、これは。 10 10月ハロウィンパーテもう始ままってますねあそうですね、はい、ハロウィンパーティーはもう今月から始まったと思うんですけど、はい、えとこれは前までまあお化け屋敷、普通のお化け屋敷オープンしたんですけど、はい、なんですか、その真面目の格好が変わるというか、はい、なんですか、このハロウィン仕様になって、いろいろ真面目てるわけですよ、うん、言ったらさっきも言ったけど、真面目の帽子がパンプキンに変わったりとか、うん、至る所にそのハロウィン要素が含まれてるわけです。 そうですねなんかあの前までおばあちゃんだったところがピエロに変わってたりとかはいでまた新たなあの何ていう枠もできてますからそこはまあ人によってちょっと変わるんですけどお化け屋敷内に殿様が現れたりとかそうそうこのコスプレっていう枠ができてからお化け屋敷の銅線っていって僕たちのマジムな役の人たちが通る道があるんですけどそこを。 当たり前のように殿様が通るって言ってしまう <laughs> <laughs> とかピエロが通り出すっていう、うん、あの非常に何ですか一般社会ではありえないような状況が起きてるんです <laughs> いや自分たちもねあのまだ変わったばっかしなんで、うんうん、見慣れてないじゃないですか見慣れてないなな慣れてないまだ急にあのピエロが現れたらめっちゃドキッてするんですよそ,うそうそうびっくりするな怖いんですよね結構まあちょっと変わったところで言えばはい あの小学生限定なんですけど、はい、ハロウィン大抽選会っていって、はい、まあ3階ロビーでのとこで小学生限定でお菓子がもらえる抽選会を実施と、うん、でなんと特賞には、はい、ゴールドに光る石岩灯、えー、限定で50個ですね、はい、これが、えー、当たりますで抽選会に挑戦してゴールドの石岩とをゲットしようとゴールドの石岩灯特賞なんですけど、はい、まあ普通はお菓子の詰め合わせだったりとか2等だったらね とかぐらいなんですけど、一番の金のね、ゴールド石岩とかも、一人出たみたいですよ、これ。あいや、毎日一組は出てますよ。あそうなの見てます、見てます。あ見てんのあれ、欲しいんだよな、あれ。昨日二組だったから、結構出てましたね。そうなで、10月31日、まず先の話なんですけど、10月31日限定企画、コスプレしてきたら、小学生は無料、大人学生は半額に割引。へ なもうコスプレってどこまで帽子かぶってきましたでコスプレなのかなマスクしてきましたとかもかも <laughs> そこが難しいところではそ,そのラインがな、うん、でんガッツリ行きすぎても、うん、それまでの通り道がはずいもんなそうですよね、うん、だって国際通りのど真ん中にあるわけだから <laughs>、うん、なんかトイレで着替えるのもね、うん なんかさっきまで違う格好だったのにみたいな、うん、これのためだけにってでもたまにかげのお客さんで、はい、マリオいる時あるけど <laughs> ありますね <laughs> <laughs> マリオがいる時 <laughs> 夫婦なのかあのマリオとルイージで入る人もいますしね <laughs> あれねこっちまで恥ずかしくなるんだよな <laughs> <笑><笑>がっつりやりすぎるとねでえー、っと今来てますねはいえっとツイ,ツイキャスの方もありますよ <お>アーパンさん、おお、むっちゃ楽しい、い、嬉しいです、それありがたいですって来てますね。はい、あと、あといきーちゃんさんも来てます。<え>はい、えー。ピエロや殿様も登場するのですね。うん、えー、遅ればせながら、こんばんは、こんばんは。えー、っと、アーパンさん、ツイッターされてますか ?11 月の頭に歌いに行くんです。歌いに、歌いに行く。へえ<ー>。すごいね。歌いに行くね。歌,いに行く歌手みたいな。 ちょっと続けるんですけど企画その2です5階斎場にって吉本お笑い団員運動会実施開催しております秋は運動会の季節ですからそこで吉本の人気芸人が運動会の競技を考えましたそうなんですよだから5回の前まで斎場席いろいろテーブルクロスとか輪投げとかありましたけどちょっとゲーム内容変わってますがっつり変わってますがっつり変わってますはいまああのまあ詳しくはね詳しくは来てみてから ってしいんですけどちょっと声がおかマっぽくなりましたね、一瞬、一瞬、11時35分を回ると、おかっぽくなるっていうところがね、ナミちゃんっていうのも、ちょっと、おねっぽいんな、そんなことないですよ、いや、なんか、そうだ、結構、その誰々プレゼンス例えばパンサーの岡田さんプレゼンスとか、スリムクラブさんプレゼンスとかありまして、その中に、まんじ人気投票、大事、僕、知念たかしプレゼンスっていうのもできてますから。ありますね。 みんなはね、名前がかかってるの。例えば、スリムクラブさんだったら、スリムクラブプレゼンスたまいでしてもいいよっていう気分フレーズがありますからね。知念たかしプレゼンスフリスビー射的という、何もかかってない。名前だけ僕の名前だけ借りだ何もかかってないね。名前だけもらってるもんね、ぶっちゃけ。もともとはね、かかってたんですね、ちょっとね。ああ、そうそうもともとはね。フリスビーで、 ボーリングのピンを倒すというピン芸人とピンをかけてやってたんですけどなんか絵柄が悪いっていうかね地味だなっていうことでそのピンが真面目のボードっていうんですかに変わってね何もかからなくなったっていうハロウィンパーティー2日目でも何もかからないっていうね後輩がね5回の最初を担当する時に知念たかしプレゼンツっていうなんか わざと言うの俺がガイドで回ってきた時にねはいその時の後輩の顔が、はい、なんかこのニヤニヤしてんのよ <laughs> <laughs> あ来てますよアーパンさんが<っ>知念さんに忘れられてる,る忘れられてる,る,る名古屋住まいの歌い手してるあやパンダですあアヤやパンダさんですねなんとなく予想はちょっとしてたんですけどあや、はい、パンダさんですね一度ですがライブ見に行ってますああ そうだそうだ完全には、ね、噂は聞いてますよ。はい,はい、はい、噂はね。うわさはうわ<の>噂,噂っていうか、1、2年ぐらい前にはあ,ありました、ありました。見てましたもんね。<う>何名かでやったツイキャスをお久しぶりです。お久しぶりです。そして、モンチッチさんとアイパンダさんがちょっとね、ちょっとつながりかけてますね。<え> <laughs> いいですよ。これを通して <laughs> あのツイキャスの 視聴者さんが仲良くななればなと <laughs> 視聴者さん同士でのつながりみたいな、うん、そ,そこのつながりもわれわれも <laughs> それがコミュニティーのなんか、ね、良さですからね良<さ>でまた企画その3、うん、吉本芸人、はい、真面目祭秋の収穫祭これはあの毎日夏休み期間中もやってましたけど、うん、5階の祭事場とかね婦人服売り場のとことかで、うん、あのげ月に出てる芸人さんが一緒にゲーム,ゲームしたりとか、うん、あの盛り上げたりとかしてくれるっていう。うん ままあまあ,まあ前と一緒ですよ今日はねあの佐久間和之さん佐久間さんが出てますからね,ね r 1優勝してる<ー>佐久間和之さん結構豪華ですからねそうそうそうおー前も8.6秒バズーカー来たりとかはいすごいよね明日誰かな明日誰なんだろう明日お前じゃんい,いやいやいや毎日いるし <laughs> <laughs> 明日お前出たらいいよお前スペシャルマジムンです、うん、はいどうもーって言ってもね <laughs> 誰だよ <laughs> ね、企画その4、毎週水曜日夜8時間ですね、はい、マジムンナイトです。これはあの夜前もやってた企画なんですけど、はい、毎週水曜日の8時以降から、はい、あのマジムンが増えるっていうね、うん、なんならもう、このハロウィンパーティーやってから増えただでさえ増えてるのに、うん、さらにもう一個増えるっていうね。だって1週間に2時間に時しかないこの 企画で結構それを求めてくる人がいるんですけどドバドバ来るかなドバドバおばけもお客さんもマジでくるなで秋の企画その後秋の割引キャンペーン沖縄県民小学生ワンコイン沖縄県民の皆さんだけにお得な割引キャンペーン実施中と大人は1200円なんですけど900円ですお三300円引きそう学生は1000円なんですけど700円ですお三300円引き小学生は700円なんですけど 円円になりますあ200円引き小学生に限っては <laughs>、はい、まあ別に沖縄の方に限らず500円で統一させてますんであ全小学生が、はい、あいいですね詳しくは、えー、おもろおばけ屋敷で検索してみてくださいツイッター、Twitter、もやってますんでねぜひぜひちょっと見てみてください、ね 沖縄文人さん、ツイキャス来てます。お化け屋敷で千鳥さんに会いましたよと。ああ、豪華ですね、千鳥さんも。アーパンさん、なみちゃんさんは覚えてくれてるんですよね。やばいです。感動です。いや、覚えてますよ。歌い手、歌い手なんですね。どこで歌うのかな。あ歌い手だったんですね。歌い手。歌い手という表現。歌い手、歌手。歌手ではないのかな、歌い手っていうことは。いや、もう、歌い手よ。歌い手。 かなりの歌い手かなりの歌い手なんか違う意味になりそうです <laughs> 本ントにさ沖縄えー、沖縄マジムンナイト一人で入ったことあるけどはい泣きそうになりました、はい、おばあのとこだけは毎回行きたくないですそうなんですよね、うん、大概そのおばあおばあちゃんの役のとこあるんですけどはいまあ今はピエロ変わってはいマジでより怖くなってます相当怖いですよねあのピエロってなんか怖いよな俺この世で一番せ怖い生物ピエロだと思ってるから まあ、生物なのか、まあ、わからないですけど。いや、いいじゃん。いや、でも、確かに怖いですね。うん。で、<うん S 2> あの、ピエロがいたら。もう、絶対、近づきませんからね。ま <うん S 2> だ、あの、まあ、<laughs> そりゃそうだ。は近づくやつ、いいね。<laughs> はい。 でわんしななんかその YouTube とかにあるアメリカのさやりすぎびっくり動画のああはいあびっくりだドッキリ動画の見たことありますはい殺人ピエロ熱上がる怖いですよねあのエレベーターとかのお客さんが入ってきたら人形ハンマーでぶっつぶすで血がめっちゃプシューってなお客さんが逃げてそれを追いかけるっていうダッシュで追いかけるっていう 日本だったらあれ確実に捕まるレベルの捕まるレベルドッキリでも許されないレベルの犯罪レベルのことしてますからはいそのイメージがあるのかなんかピエロって表情が分からん感じが俺怖い怖いです笑ってるっていうのが怖いんですよね無表情んか笑ってるけど感情ない感じがなうんそのピエロになってますからそれで言えば「世界の終わり」とかもねあ d j ラブ怖いと思われてるのかなってでも確かに d j ラブそっくりではあるなうん <laughs> <laughs> うんって言って普通にうんって言っちゃいましたねあ <laughs> ンパンさん私基本お化け屋敷無理な人なんですが大丈夫ですかね相当怖いですかあ、ね、あのでも<う>おもろお化け屋敷ですからね、うんまあくまでおもろって言ってるからなおもしろいなんか吉本沖縄での芸人さんが、うん、あのお化け役として出ますからうん まあね、すごい混んでるっては無理ですけど、笑わせるよとか、われわれプロですから、自分たちは爆笑必須、ですねぐんとハードル上げましょう、爆笑必須ですからこれ言っていいのかわからないんですけど、止めるよ、俺、やばかったら。自分たちのやっぱ芸人ですからね、白す面白くも怖くも調整可能っていうか。 この人はちょっと怖いの苦手だろうなと思ったら面白く切り替えできますからちょっと待って全然言っていいじゃん言っていいですかみんなそれを求めてきたらねちょっと困りますけどねまあねなかなか難しいよなそうなんですあのすごいいっぱい入ってる人だとやっぱでも思うけどいっぱい入ってる人だからそれこそ何十回も入ってる人ってたまにいるけどねモッチーさんもそうだけど。 そういう人に限って驚くぬ、はい。驚きますね。あれなんなあれ。別に悪いことじゃないです。すいません。あれあれいいことですよ。なんなんてちょっと怒っちゃったけど、<laughs> 怒ったふうに言いましたけど、全くそういうつもりじゃないですけど、なんで毎回その新鮮なリアクションで言ってくれるのかなって、うん。こっちからしたらすごくありがたいんですよ。ありがたいありがたい。そう我々としてはありがたいですよ。あ、そっか。もしかしたらね、そこまであの毎回驚くからこそ何回も来るっていう。うんうん うんそういう人たちがやっぱ何回も来てくれるありがとうございますありがとうリピーターってこそですからはい何にも驚かない大学生とかのボケてくるようなやつが一番嫌いです正直ねここを脅かそうとしてくるみたいなおばけ逆にマジとか逆にマジ自分のい言葉言わそうとしてくるやから言ってくるからねちょっと 今回、嫌だなと思いながらやるときもありますけどね。行ってくる人いるからね。終わってるときあるからな。俺、普通に暴言吐いてしまいがちになるから、お気をつけんというか、これ、マジで。知念君ね、知念一回あったのが、脅かしたときに、相当怖かったのか、お客さんにすごい思いっきり叩かれるっていうのはありませんでした。あ 腹パンとかもあるでしょう,う。腹パ,パンもありました。腹パンもありましたよ。今女の人にビンタはありました、ね。<laughs> <laughs> あれなんなのかね。言ったけど、俺れ犯罪ですからね。<laughs> まあ、捕まりましたからね。あの北海道で何か事件がありましたから、ねあ。あら,ら、あら,ら,ら、お化け屋敷で、お客さんがお化け屋敷の人をボコボコにぶん殴って。うん、暴力罪で捕まるっていう。ね、うん、その二日後ぐらいに、私もありましたからね。<laughs> おどかして、ものすごいビンタで。ね、通り過ぎながら、あ、やばい、あの事件の。うん 感じじで捕まるゃないみたいな「謝っといた方がいいよ」ってすみません」ってめっちゃ聞こえました謝ってくれたらなんかさん「まあ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 これをきっかけになんか出会いがないかなとまあ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 いいけど気をつけてくれたらね」っつただ裏でボロかせますけどね我々ここも P が入るような表現で言いますからまあね「門司さん何度入っても慣れないです」 何回も入る人こそビビるのよそうでえっ、ー、とみすゞ、うん、石峰みすゞさんですかはいそろそろ終わる時間にこんばんはお化け屋敷怖いけど楽しいですね奈美<は>ちゃんさんガイドしてくださいって,来てますぜひお願いします待ってますそしてキーチャんさん、ね、私もお化け屋敷には絶対入らない人ですが思う場は5回入りました<っ>素晴らしいハロウィン期,期間中に沖縄行く予定なのでま。 た思うば入ります。いいですね。思うばと略しました。思うば、ーーそうですね。うん。我々も言ってますか。思うば。思うばも常連の人ならではの,ならではの表現です。はい。五回入りました。五、うん、<あ>回。俺もね。うん。マジでに一位とか言ってるけど。はい。お化け屋敷は絶対入らんわ。ああ、ほのお化け屋敷は怖いの嫌なの絶対に。へえ<ー>。一位は絶対入らないですよ。 確かにあの,あの怖いものをなぜわざわざお金かけていくのかってなってしまう <laughs> あ<ー>すいませんお化け屋敷に入ってる方申し訳ないですけど、うん、<laughs> あのお化けおもう場に何回も入られてる方は申し訳ないですけど <laughs>、はい、おもうお場だったら全然大丈夫かな、うん、めっちゃ怖いやつあるじゃんもう普通純粋なお化け屋敷ありますねあれは耐えられない,、うん、いやでも自分ももともとそうだったんですよ うん、でもお化け屋敷やるようになって、うん、ちょっと行ってみたいなっていう感覚はあるありますよ今俺無理だ殴っちゃう <laughs> 殴っちゃう誘われたらじゃあ誘わないでおくあじゃあもう一回 CM の方行きましょう、はい、CM 入ります トゥナイトファイブさあトゥナイトファイブお、えー、送りしてますけどもはいまあもう残り五分ということですねはい、えー、今夜大谷みの代わりに僕知念たかしと奈美ちゃんでお送りしてますけどもはいまあさっきも言いましたけど本当はマタエルシヒロトヘロと、ヘロ、えー、と、ヒロト改めマタエルシヘロトなんですけどもはい まあ、あのバイクが、えー、壊れまして、今日は行けそうにありませんと連絡があったんですけど、<laughs> はい、先ほどまた連絡がありました、はいえー、金タコ買って帰りますバイクはどうなったんですかね、バイクは、まあ、だだ壊れてるって言っても多分、たぶん、そんなになんじゃないなんかバイク代行使ったとかかな。ぐらいなんじゃないかな。 わざわざ報告してくれるとこ、やっぱ律儀をね、この3名のラインでね、送ってきましたね。われわれ、そうなのだ、浪里会っていう、吉本沖縄市場の派閥史上、最弱の派閥あ1期生なのに、1番弱いそうです、私、なみちゃん、の芸名の由来が、波里っていう名字から来てるんですそれで波里会っていうのを3名でやってますけどね。でも、美鈴さん来てますけど、そうそう、キャストが芸人って分かるからですよと。確かにな でさんだよね芸人さんだからだよね、マジのナイトのトイレは確かに怖いよね、毎回泣きそうなるもんこの二人もつながりそうですね。ああ、でもつながってますつながって、一緒に来てますよ、たぶん。ありがとうございます。ありがとうございます。あしたもおもろお化け屋敷、明日もしあさっても、その次もあると思いますので。毎日やってます。毎日やってますんでね、ぜひ足を運んでください。お願いしますね。いろいろキャンペーンやってますんで、先ほど言いましたんでね。 沖縄県民の方は300円割引になってますよろしくお願いします我々もマジ文化していってますからねマジ文化しててます本当に強力ですか本当にマジ文化になってるな、はい、もうマジ文だわ、うん、<laughs> そうお化けだうん。モンチズさんバイクは病院に運ばれたのでしょうねやはり歩きなのでしょうかいやどうなんですかねこの辺はもう我々、うん、かあの、うん、深くは追求しないです <laughs> <laughs> 無視になるじただ一つ言えるのは「彼は金買って帰りますあンパンさん沖縄行きがさらに楽しみになりました」と来てますよああありがたいですねまあねおもろばき屋敷おばき屋敷も我々頑張りますけど吉本沖縄花月という劇場もありますからそこのお笑いも見にしっかり来てくださいであのライブの方も28日ですか今月の二の28日には吉本泊まりの方で「吉本沖縄」 泊まりんオーディションライブンオーディショライブっていって、花月の方で、うちらライブっていって、トップ10がね、決めるライブがあるんですけど、トップ10に入るためのライブ、オーディションライブがありますから沖縄・吉本でトップ10が花月でやってて、全部でのってて、泊まりんでやってるっていうね。 あ、10秒前です。ぐ終わり、終わりということですね。わ,りわりね <laughs> 分かりました。えー、今夜は知念隆しと奈美ちゃんでお送りしました。<laughs> はい、また来週ですね。また来週。また明日です。さよなら。ありがとう。ありがとう。